中村優は日本のフィギュアスケート選手。北海道釧路市出身。血液型は A 型。2014年全日本ジュニア選手権3位。北海道教育大学附属釧路中学校、関西大学北洋中学校、高等学校卒業。関西大学政策創造学部を中退。小学校2年で本格的にフィギュアスケートを始める。 2009年秋のノービスの全日本選手権大会で2位となり、翌2010年4月のノービスの国際大会の出場権を獲得する。同大会では、ショートプログラムでは3位だったが、フリーでは3回転、2回転のジャンプを次々と決め、見事逆転優勝を果たした。2010から11シーズン、全日本ジュニア選手権に出場し16位となる。 2011から12シーズンには ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し JGPW ロンバルデハイで18位となる。全日本ジュニア選手権では12位となった。同シーズンのインスブルックユースオリンピックにおいて、正治リサ、宇野昌マラと共に日本代表選手に選ばれ FS では自己ベストを41.4点も更新して3位に、総合でも6位に入った。 2012から13シーズン、JGP ボスポラスで6位、JGPB シュベルター坂で8位となる。全日本ジュニア選手権では8位に入った。2013年ガルデナスプリング坂では、ジュニアクラスで2位に入賞。2013から14シーズン、JGP バルティック杯で5位、JGP タリン杯で9位となり、全日本ジュニア選手権では昨年と同じ8位となった。 2014から15シーズン、JGP リブラナに出場したが10位に終わった。全日本ジュニア選手権では、SPFS で共に3位となり、総合でも3位入賞を果たし、同大会で初めて表彰台に立った。初出場となった全日本選手権では12位となった。2015から16シーズン、JGP オーストリア杯に出場し10位に終わる。 自身最後の出場となった全日本ジュニア選手権では5位。全日本選手権では9位となる。初出場となった世界ジュニア選手権では SPFS ともに自己ベストを更新し12位となった。ありがとうございます。